ラッパウニはラッパウニカに属する熱帯系のウニの一種。短いトゲを持つ大型種で有毒である。表面はラッパ型のまたゲに覆われる。殻は円形でやや扁平。各形は約10センチメートル。トゲは短く、先端は鈍く、黄色から緑で白い筋が入る。生きている時にはラッパ状の構造が表面のほぼ全体を覆う。これが ラッパウニの名の由来である。これは、トゲよりやや短い程度の柄の先端に円盤が乗った形をしている。これは、またトゲと言われるもので、ウニやヒトデには広く見られるものである。基本的には単なるトゲでなく、先端に2から3の枝があって、その基部には関節があり、ピンセットのように動かすことのできる構造である。普通のウニではこれは、ごく小さくて目立たない。 しかしこのウニの場合、長さそのものが普通のトゲに近く、しかも先端にある三本の枝が長くて大きく、水平に広がるだけでなく、その間に皮膚がつながって全体が円盤状になっている。さらに内側は褐色を帯、その外周が白くなっているために非常に目立つようになっているのである。なお、このまたトゲには独占がある。観測が伸びている。 状態観測はよく発達しており、棘の数倍も伸びる。見かけでは、外側が、またトゲに覆われていて、トゲが目立たず、さらに観測が多量に伸びていて、体表面に、トゲが優先する、一般的なウニとは異なった外見を呈する。岩礁海岸の長寒帯から長官帯に見られる。岩の上に付着しており、往々にして、 殻の上に貝殻などのゴミを観測で引き付けて乗せている。これはカモフラージュのためと考えられる。どちらかといえば熱帯系の種で珊瑚礁に多い。日本では房総半島、相模湾までの本州南岸以南に見られるが多くない。琉球列島ではより普通に見られる。国外ではインド洋から西太平洋にかけて分布する。 同族の白ひげウニも短いトゲを持つ大柄なウニで、やはり暖かい海域で普通に見られるが、ラッパ状のマタトゲを持っていないので混同することがない。蒸気のようにマタトゲが毒性を持っている。マ、ま、タトゲの枝のそれぞれの先端がやや内側に曲がって、尖っており、これを内側に曲げて、つまむようにすることで毒を注入する。 ガンガゼのようにウニのトゲが刺さるのではなく、このような動作のために毒を受けるので、刺すというより噛むに近い。したがって、手で触れたらその瞬間に刺される、というようなことはない。もちろんこれは、素手で触ることを奨励するものではない。トゲそのものではないから、手袋をすれば問題は少ない。刺されてすぐは、その部分に疼痛を感じ、多少腫れることがある程度で、 瞬時に激痛が走るガンガゼなどに比べると、怖さは感じにくい。しかし、神経毒であり、次第に痺れを生じたり、息切れが激しくなったり、痙攣が起きたりといった、全身の症状を呈することがある。ダイバーが刺されて溺れ死んだという事例もあるという。ただし、個人差があるようで、何らの症状が出ないこともある。なお、禁煙の白ひげウニも、 同様の毒を持っているが、被害は少なく、稀に食用の生殖腺を取り出す際に、またトゲがこれに混入し、食べた時に口中を刺される事故があるという。ありがとうございます。